こんにちは、速稼塾の久保です。今朝起きたらビットコインの価格が450万、そして今ねレポートによると460万突破したということだったんですよ。で、ニュースを今更ながら見てみたんですけども、こういうふうな記事が上がってましたね。価格アラート、仮想通貨市場でビットコインが急騰、42,500ドルをマークし1月8日の過去最高値を更新した。イーロンマスク率いるテスラ社が15億ドル相当のビットコイン購入かということで、さすがに15億ドルも買ってしまうと価格に影響はありますよね。そしてイーロンマスクさんが購入したということが本当だったら、これはですね、テスラモーター、今世界一番の企業じゃないですかね。少なくとも車業界ではナンバーワンだと思います。まあこの会社がですね、決済にビットコインを用いる可能性があるってことなんですよ。もちろんビットコインの決済の方法にはいろいろとね、まだ考えないといけないところがあったり、ボラティリティの問題で、定価が決めにくいってところあるんですけども、それにしてもその準備を始めたってことと、やっぱりね、イーロンマスクさんの影響力は凄まじいなと思います。今や世界で一番乗られてる車ってのはこれなんじゃないかなっていうふうに思えるほど、イーロンマスクさんのテスラモーターのね、車っていうのは、かなり人気ですよね。で、私もね、ちょっと体験してみたんですけども、ガソリン車よりむちゃくちゃいいわけですよ。問題があるとすれば、さすがにですね、この電気自動車を多くの方が乗っちゃうと、じゃあ電気はどこで発電するんですかとか、電気は足りるんですかと、電気の価格は上がるんじゃないですかってことになってくるんですよね。まあですんで、やっぱり言ってもね、ガソリン車がまだまだ続くと思いますし、それからですね、ハイブリッド車ってのもまだまだ続くとは思うんですけども、それにしても電気自動車化への流れっていうのはもう止められないですよね。ちょっと話が移ったんですけども、ビットコインに対してまたこういうふうなね、価格高騰の流れが来るってことは、他のアルトコインも、じゃあ2匹目の土壌ではないですけども、2017年の仮想通貨バブルの再来よろしくですね、どんどん資金が流入してくると思うんですよ。で、当時と違うのは、今回はですね、世界的な金融緩和で市場にお金が余ってる状態です。もちろんこれはですね、投資家へのお金が余ってるっていう、そういう話なんですけども、株にしても、債券にしても、先のものにしても、今ね、ジャブジャブのお金余り状態なんですよ。要するに、実体経済にお金がいけない部分、こういうふうな仮想経済にですね、どんどんお金が流れるしかないということで、多くの方がここで、まあ、蓄財をしてるんでしょうね。そして投資家の方はほとんど儲かってます、この1年。投資家の方ばっかりが、もっともっと、二極化の上の方に行ってしまってですね、労働市場、労働環境はさらなる価格下落が始まってるんですよね。そして労働市場ってのはどんどん狭まってます。もうこのね、おかしな二極化ってのはどっかで壊れてしまうんじゃないかなと思いますけども、まあいずれにしましても今回ビットコインで、この上昇気流に乗れた人ってのは一抜けたができるんじゃないかなと思いますよね。そしてまだ上がりますよ、これはおそらく。だってイーロンマスクさんがもしね買ったことが本当だったら、イーロンマスクさんって利益のためにビットコイン売るってことはほぼ考えられないですね。ここで得た含み益を社債信用としてですね、さらなるドルの獲得とか、それから実体経済の繁栄っていうのを続けていくと思いますので、おそらくですね、これが牽引役となって、テスラモーターが牽引役となって、もしくはイーロンマスクさんが牽引役となってですね、暗号通貨市場っていうのはもっともっと価値を広めるんじゃないかなと思いますよね。もうすでにですね、この暗号通貨だけで暮らしている人もいるぐらいですからね、これ10年前は考えられなかったですよ。10年前はせいぜいね、アフィリエイトとか YouTube の収入で暮らしてますよって人がちょっと目立ってきたかなって部類だったんですけども、まさかビットコインがね、まあこういうふうな力を持つとは思いませんでしたね。で、暗号通貨のことってのは難しすぎてまだまだわかんないんですよね。私もなんかよくわかんないです。よくわかんないながら、いろいろ勉強しながらね、分かったことはこうやって少しずつ発信させてもらいます。まあ皆さんもね、ちょっと暗号通貨ってものは私たちの暮らしに欠かせないものになってきたと思いますんで、これから注目してみてはいかがでしょうか。それでは今日はね、ビットコインが460万になっちゃったよっていう話題でしたけどもね、これから今年中に500万いくって言われましたけども、500万はもうちょっと軽いですね。1000万ですね、やっぱりね。信じられないですね。ビットコインが100万に行くかどうかっていう時に、朝まで議論してた自分がなんかね、懐かしいです。はい。ということで、ビットコイン1000万に行くんじゃないかなということで、今回の動画終わります。